一瞬なんとなくこう甘えたくなってしまうというか、優しくしてもらってなんかそんな風な感じになっちゃったのは本当になんか、うん、それがダメだったんだなと思います。50代の男性医師とのダブル不倫疑惑が報じられた女優の斉藤由貴さんが昨日夜緊急会見を開きました。斉藤さんといえば過去に2度の不倫が報じられた元祖魔性の女。1度目は1991年妻子ある歌手尾崎豊さんとの交際報道。当時の会見で斉藤さんは、女の子としては尾崎に対しての気持ちというのはどうですか？恋愛感情ですか？同志みたいな感じ。私なんかいろんな人に対してなんか素敵だなって思っちゃうみたい。複雑な恋心を覗かせながらも不倫関係は否定しました。そして2度目は2年後の1993年、ミュージカル共演で親しくなった川崎麻世さんとの密会。好きだったっていう気持ちは全く否めないと思います。もちろん家庭を持っているというのは知っていましたので、春秋の念とそれから自分の理性との葛藤というのはありましたけれども、楽しさにかまけてずるずると引き伸ばしてたと言った方が正しいかもしれません。過去2度の不倫報道でも自らの思いを自らの言葉で語ってきた斉藤さん、果たして3度目となる今回の釈明会見では何を語ったのでしょうか。まずはお相手とされる50代医師との関係については、家族がみんなお世話になっている、お医者さんです。一線は越えられてないんですか？そういうことではないです。不倫ではないときっぱり否定。しかし何より気になるのは、昨日のエンタメコーナーでもかなり話題になり、週刊文春デジタルで公開された恋人つなぎについて。私の中でそんなああいうふうにこう本当にあんな風に掴んだのかなっていう、なんか実はあまり記憶がなくて、なんか一瞬こうパッとこうあの手が出てなんとなく握ってしまって、で一瞬なんとなくこう甘えたくなってしまうというか、優しくしてもらってなんかそんな風な感じになっちゃったのは本当になんか、うん、それがダメだったんだなと思います。好意はないですか？やっぱりきっと好意はあるから、あのなんていうの、その手を出された時になんかこうつなぐ的なことはきっとあるんだと思います。だけどだからこそずっと今まであの家族を連れて病院に行って、そのままこの何年間もずっとあのお世話になり続けられたんだと思います。また密会ではなく往診と主張している一方で、医師が手ぶらだったことに関しては、用具とかに関してはあの前もって結構まとめてあの置いといてもらって、あのいちいち持ってくるのがっていう感じだったので、で、ずっとそこに置いてあってそこにあるものを使うっていうような感じでした。すると記者から、今回で3度目の不倫報道になりますが、こういった報道から卒業したいと思いますか？うまい、まずかけてるわけ。食べてるな。何秒食べてる？もう15秒ぐらい経った。なんか今考えてるのはなんかこう何か気の利いたことを言った方がいいのかなとかっていうのも考えるんですけど、そういう場じゃないしと思って、なんか なんて答えたらいいかわからないです。なるほど。今朝は石川さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。
昨夜会見を開いた斉藤さんですが、1994年に結婚した一般男性について夫に責められて叱るべきですけど怖くてまだ記事について聞けてない、離婚についてはこれから話し合うと説明しましたね。須田さん、怖くてご主人と話してないというところにね、夫婦の距離感があるんですよね。私半年ぐらい前に実は一緒に仕事してるんですよ。あ、そうですか。はい、佐藤さん、あのね、もしこんな記事が出て違うんならちゃんとご主人と話し合って、そして会見に臨めばいい。まあそうですね。ですから一方で否定しながら手つなぎについては甘えたくなっちゃったなんて言葉が出てくる。会見しないといけないほどのこと、でダブル不倫って言われて芸能人ですからね、やっぱりしなきゃいけないでしょ。最近あんまりね、なんかニュースでも拝見しない。あ、そうですね。でもやっぱね、まずはご主人と話せばよかったなって。いや、今結構東京で頑張ってそうですね。あ、そうなんですね。はい、そうですね。はい、私はもうだって24時間のラジオのチャリティーミュージックソンのメインパーソナリティです。はい、あの再ブレイクと今言われてますよね。そうなんや。